大阪市地域おこし協力隊の池山千秋ですが、私は名古屋出身ということで、今日は名古屋の海です。名古屋の釣りガールといえばもう一人いるということで、今日は一緒に釣りしたいと思います。じゃん、おはようございます。13代目アングラーズアイドルのジェナッツです。イエーイ、アングラーズちゃんでーす今日初めて2人で一緒に釣りするんですけど、タコ釣りしようと思ってて、初なんだよね2人とも、初めて頑張ってタコ釣りしていきたいと思います。
あと1時間です。やばい、終わってしまう。難しいですね。難しいね。お疲れ様です。お疲れ様でした。初タコ釣りどうでしたか？釣れませんでした。いやめちゃくちゃ難しかったんですけど、確かに。そう、しかも今日船の上は結構風吹いてて、波がもうジェットコースター荒れてましたね。そう、やばかったです。うん、でも私なんと2匹釣りました。さすが先輩。よかった。いやでもなんか何をもって当たりなのかとかちょっとよく分かんなかったんだけど、どういう当たりだったって聞かれてもヌーンって感じだったって言ってたもんね。ヌーンって何みたいな感じだったんだけど、まあ2匹釣れたんで、うん、今夜の私たちの夜ご飯はたこ焼きということで1匹もらっちゃいました。ね、ちょっと初タコ釣り楽しくできました。またなんか名古屋でいろいろ釣りしたいね。お願いします、ね、お願いします。で、あの私そう、尾鷲から今日来たので、ちょっとお土産持ってきました。え？あ、そう。で、しかもなんか今日、なんかいろいろね、まあ、釣りのことも含め話してたんだけど、めっちゃ釣り行ってるよね。めっちゃ釣り行ってますね。びっくりして、なんか、2週間、3週間ぐらい毎日みたいな。って聞いて、だってこれからもまたあと1週間ぐらい行くよ。今から1週間ですね。びっくりして、そんなに釣りしてんのと思って。なので、ちょっとね、お土産です。え、いいんですか？はい、何？尾鷲のお土産。尾鷲のお土産です。え、何これ？尾鷲はちょっとヒノキが有名なので。え、めっちゃいい匂いする。おお、よかった。そう、ヒノキの
なんか、まあ、入浴剤ではないんだけど、あのお風呂に入れれるの。これを？そう。だからもうヒノキ風呂に使って、なんか釣りの疲れを癒してください。ありがとうございます。明日も釣り頑張ってください。行ってきます、うん。ありがとうございます。いえいえ、また今度は温泉でも。はい。お伺いさせていただきます。待ってます。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。